ハレルヤ、主の御名を賛美いたします。ハレルヤ、主님의이름을찬양합니다。今日も御言葉の時間がやってまいりました。오늘도말씀시간이다가왔습니다。今日も御言葉を通して、私たちが勝利を受け取っていきましょう。오늘도우리가말씀을통해서승리를얻으며나갑시다。早速聖書読みたいと思います。오늘말씀입니다。第1ペテロの1章1節から3節までをお読みします。ペテロ전서1장1절에서3절까지입니다。イエス・キリストの使徒ペテロから、ポント、カラテア、カパドキア、アジア、ビネリアに散って起立している選ばれた人々、すなわち父なる神の用地に従い、御霊の慰めによってイエス・キリストに従うように、またその地の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。アメン。イエス・キリストの사도ペテロは、ポンド・ガラディア、カッパドキア、アシアはビドゥニアへ흩어진나그네、곧하나님아버지의미리하심을따라、성령이거룩하게하심으로순종함과예수그리스도의피뿌림을얻기위하여택하심을받은자들에게편지하노니은혜와평강이너희에게더욱많을지어다우리주예수그리스도의아버지하나님을찬송하리로다그의많으신긍휼대로예수그리스도를죽은자가운데서부활하게하심으로말미암아우리를거듭나게하사산소망이있게하시며아멘はい、今日は選ばれた人々というタイトルでお話をしていきます。오늘은택하심을받은자들이라는타이틀로말씀나누겠습니다。いよいよ2020年も最後の日曜日となりました。이제곧오늘로2020년의마지막주일이됐습니다。今年世界はコロナによって翻弄されましたけども、세계는코로나로인해서여러가지많은일이있었지만、このように確実に時は過ぎていくんですよね。이렇게시간은확실하게흘러갑니다。さまざまなことがありましたけども、여러일들이있었지만、このように守られて今日という日が過ごせていることを感謝するのでありますね。오늘도우리가보호하고오늘이라는날을지낼수있음에감사드립니다。コロナの問題によって、コロナ문제로日常の生活が与えられているということに対して、何かこのもっと感謝できるようになったんじゃないでしょうかね。일상생활을이렇게가질수있다라는것에더감사하게되지않았나생각합니다。今まで当たり前だと思っていたことが当たり前ではなくなってしまった。이때까지당연하다고생각했던모든일들이당연하지않음을깨닫습니다。すごいスピードで変化を求められる時代になった。굉장한속도로변화를주는그러한시대가되었습니다。そういう状況にあっても、그런상황속에서도、今日もこのように守られていること、오늘도이렇게보호함을입고있다는것、日々元気に過ごすことができていること、매일건강하게지낼수있는것、これは当たり前じゃない、本当に感謝なことだなと思わされるんです。이것은당연한것이아니라정말감사한일이구나라는것을생각하게합니다。新年の礼拝は1月3日を予定しています。新年예배는 1월3일로예정을하고있습니다。ニュージャージー教会に集まって礼拝することを予定しております。ニュージャージー교회에서모여서함께예배하는것을생각계획하고있습니다。神様の恵みにあふれて、またこの新しい1年スタートしていくことができるようにと願っているんです。하나님의은혜가넘치며정말넘치고또한하나님그은혜로새해를맞이할수있는은혜가되기를원합니다。今年最後のメッセージになります。올해마지막메시지입니다。今日は第一ペテロからです。오늘은ペテロ전서에서부터입니다。まずこのペテロの手紙の概要について少しお話をしようかと思います。まずペテロ전서、ペテロ서에대해서개요에대해서좀말씀을드립니다。この書簡のタイトルにあるように、この手紙の著者はペテロでありますね。이ペテロ는ペテロ전서후서는바로말씀에있듯이저자는ペテロ입니다。ペテロとはイエス様の12人の弟子の中でもリーダー的な存在であったんです。ペテロ는예수님의12대자들중에서도リーダー적인그런존재였습니다。少し短気な性格もありまして、失敗をしてしまうということもありました。
굉장히급한성격으로실패도많이한사람입니다しかしこの聖霊を受けた後のペテロは教会の指導者として立つことになります하지만성령을받은후에베드로는교회의지도자로세워지게됩니다福音宣教のために本当に大きな役割を担っていきました복음선교를위해서큰역할을감당하고나아갔습니다しかし同時に하지만동시에その働きのように迫害も受けなければならなかったんです그사역으로인해서많은박해도받아야했습니다ところが聖霊を受けていたペテロは하지만성령을받은베드로는迫害を受けることも喜びとするというそういう信仰者でありました박해를기쁨으로삼는그런믿음의사람이었습니다ペテロは死に至るまで忠実に福音の働きを行っていくことになるんです。죽기까지열심으로성실하게복음선교에힘썼습니다。そんな中、ペテロがこの手紙を書き記すことになるんですね。그런가운데이베드로서를쓰게됩니다。まずはじめにですね。먼저처음으로こ の手紙が誰に向けて書かれたのかということですけど。이서신이누구를향해서쓰여진것인가입니다。先ほども少し触れましたけども。좀전에말씀드렸지만。当時キリストを信じる者に対する迫害はもうどん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 強くなっていったんですね。그당시그리스도를믿는사람들에대한그박해는굉장히심해졌습니다。そんな中で。エルサレムにおいて信仰を守ってきた人々がエルサレムから様々な地域に散らされていくということが起こっていったんです。エルサレムで예수님を믿고있었던많은사람들이여러지역으로흩어져지는일이있었습니다。しかし問題は、하지만문제는その散らされていった場所でも次々に迫害が起こっていくということだったんですね。흩어진그런곳에서도계속해서박해가일어나게되었다는것입니다。彼らは迫害に耐えながら그들은박해를견디면서その中でキリスト者として生きていくということです。그가운데서도그리스도인으로살아가게되는것입니다。そのような人々に対して그러한흩어진사람들에대해서彼らを励ます目的でこの手紙が書かれたということです。그들을격려하기위해서이서신을보낸것입니다。で今日はこの手紙の中から最初の少しの部分ですけども祝福のメッセージを受け取っていきます。では中身に入ってまいりましょう。まず一節を見ればですね、この手紙がペテロからのものであるということが分かるんですね。ペテロによって書かれました。そしてそれがポンとガラテヤカパドキア、アジア、ビテニアに散っていた人々にこの手紙が届けられていったということなんですね。ペテロの因縁はポンド、ガラリア、カパドキア、アジアはビテニアへ人々に送られました。で今日ここで注目したいことがあるんですけど、各地に散らされた人々に対してペテロが言っていることがあるんですね。각각의여러지역으로흩어진그들을향해서베드로가하는말씀이있습니다。それは選ばれた人々と言っているんです。택하심을받은자들이라는것입니다。散らされた地でも迫害を受けながら彼らは生きていたんですけども、흩어져서도박해를받으면서도그들은살았지만、そのような人々に対してあなた方は選ばれた人なんだということをまずペテロは宣言してるんですね。그런그들에게먼저그들을택하심을받은자들이다라고선포하는것입니다。私たちが知っていることは、우리가알고있는것은、時に迫害というのは私たちの信仰を後退させてしまうということがあるということなんです。때로는그박해로인해서우리들의믿음을후퇴하게할때가있다는것입니다。いつまでも続くかのように思えるこの苦しみの中で、언제까지갈것인지모르는그러한그괴로운가운데いくら信仰を持っていたとしても、아무리믿음을가졌다할지라도人々はその信仰が後退をしてしまうということが起こるんですよね。사람들에게는그믿음이후퇴하게되는그런일들이일어납니다。迫害をしている人々は박해를하는사람들은何を目的で迫害をするんでしょうか。무엇을목적으로박해를하는것입니까。それは彼らから信仰を失わせるためです。그들에게서믿음을잃게하기위해서입니다。時に人々は때로는사람들은苦痛の中に置かれている中で고통가운데있을때信仰が後退してしまう、믿음이후퇴하게되는、信じ続けることを諦めてしまうということが起こってしまうんですよね。계속믿고나아가는것을포기하게되는일들이있습니다。いや実際はそうならなかったとしても실제로그렇게되지않았다할지라도心の中には常にそういう戦いっていうものが起こるんじゃないかと思うんです。
마음속에는항상그러한싸움이일어나고있지않을까생각됩니다自分が信じているこの信仰は絶対に間違ってはいないという確信があります내가믿고있는이미됨에는절대잘못이없다라는확신이있습니다しかしいつまで続くかわからないこの苦痛の中で하지만언제까지이어질지모르는이고통가운데人々は様々な否定的な思いにとらわれてしまうということももちろんあるでしょう사람들은여러가지부정적인생각에붙잡힐때가물론있습니다続けて続けて襲ってくる苦痛の中で自分の持っている信仰って本当に正しいものなのかなって神様信じているのにどうしていつまでもこのように苦痛が続くのかなってどうして早く私たちを神様助けてくれないのかなってどうして神様は빨리우리를도와주지않으십니까ある人々は苦痛の中で病に倒れます그고통가운데병으로쓰러집니다牢獄にぶち込まれる人々もいました그리고감옥에붙잡혀들어가는사람도있었습니다死に至る者までいました죽음에이어지는자도있었습니다実際ペテロは실제로베드로는迫害によって死んでいったって言われています박해를인해서죽음을맞이했다라고말을듣습니다どうして神様はこんなことをいつまでも許されるんでしょうか하나님께서는언제까지나그것을허락하시는것입니까自分の持っている信仰って本当に正しいものなのかな내가가지고있는이미됨은정말바른것인가疑ってしまったりということは当然起こるんだろうと思うんですよね물론의심하거나할때가분명히일어날것이라생각합니다また何よりも彼らは知らされた場所において、그흩어진자리에서ただ単にイエス様を信じて生きていますということではなかったんですね그냥단순하게예수를믿고있습니다라는것이아니었습니다それぞれの場所で宣教者として生きていくんです각자의자리에서선교사로그역할을감당하고나갔습니다全世界に出て行き全ての作られたものに福音を伝えなさいとイエス様が言われた땅끝까지이르러모든사람들에게만민에게복음을전파하라라고예수님말씀하셨습니다イエス様の宣教命令に従って예수님의그선교명령에순종해서彼らは散らされた地でそれぞれ宣教の働きを行っていくんですね그들을흩어진그자리에서선교활동을하고나갑니다しかしそれによって迫害はさらに強くなっていくということだったんです하지만그것으로인해서그박해는더심해지고가지어갔습니다当然その信仰に迷いが生じてしまう물론그믿음에망설임이일어날것입니다もうこれ以上働きすることに疲れた、もうやめてしまおうって考えるでしょう。더이상일하는데피곤해졌다그만둘까라는생각도일어날것입니다もうこれ以上宣教の働きを続けることできないって더이상선교의사역을이어갈수없구나라고しかしそのような状況にあって그러한상황속에서まずペテロが宣言されることは먼저베드로가선포하는것은あなた方は選ばれた人々なんだと言ってるんです너희는택하심을받은자들이다라는것입니다神様によって選ばれた人だ하나님에의해서택하심을받은자들이다神様によって救われた人々だ하나님에의해서구원받은자들이다神様の栄光のために用いられる人として神様によって選ばれたんだ하나님의그영광을위해서쓰임받는사람으로택하심을입었다라는것입니다そのことを宣言するんです그것을먼저선포하는것입니다どうかこのことを忘れないでほしいというペテロの強いメッセージであります이것을절대로잊지말라라는베드로의강력한메시지이기도합니다一つ聖書を確認しましょう한가지말씀을보겠습니다ヨハネ15章16節ですねヨハネ15章16절입니다あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が言って身を結び、そのあなた方の身が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。アーメン。너희가나를택한것이아니요내가너희를택하여세웠느니이는너희로가서열매를맺게하고또너희열매가항상있게하여내이름으로아버지께무엇을구하든지다있게하려함이라はい聖書は明確に語っているんです성경은명확하게말씀하고있습니다あなた方が神様を選んだそうではないと言って너희가나를택한것이아니다라는것입니다神様があなた方を選んだ하나님께서너희를택하여세웠다あなた方は神様によって選ばれた人々だということ너희는하나님의의해서택함을입은자들이다数ある人々の中から神様今この時にあなたの名前を呼んだ많은사람들가운데서지금이때너희이름을불렀다そしてあなたを救った그리고너를구원했다神の働きをする者として選んでくださったということです하나님의그사역을위해쓰임받기위해서하나님께서세우셨다라는것입니다
それはあなた方が行って実を結ぶためだと言ってるんです。私たちを通してさらに救いの実が結ばれていくようにということでした。しかし当時このことに生きていくということは決して簡単なことじゃなかった。だから彼らには御言葉が必要だったんです。그렇게그들에게는말씀이필요했습니다。御言葉の励ましが必要だったんです。말씀의격려가필요했습니다。彼らの信仰確信が必要だったんです。그들의그믿음의확신이필요했습니다。それゆえにペテロがこの手紙を書き記したということです。그래서위해서베드로는이편서신을써서보내는것입니다。この手紙を読んだ人々が励まされるということ。이서신을본사람들이격려를얻습니다。現在私たちが生きているアメリカ、まあ、日本、韓国においてはですね、현재우리가살아가고있는이미국그리고한국일본에서는表立った迫害というものはないかもしれません。겉으로보이는그밖에는없습니다。肉体的な苦痛の伴う迫害はないんですよね。육체가함께하는그런밖에도없습니다。宣教の働きをしても捕らえられてしまうということもないんですよね。宣教사역으로인해서감옥에붙잡히는일도없습니다。しかしどうでしょうか。하지만어떻습니까。今も지금도キリストを信じる人々の信仰は後退していないでしょうか。그리스도예수님을믿고있는그우리들의믿음은후퇴하고있지않습니까。굴복してしまっていることはないでしょうか。굴복해버리고있는그런부분들은없습니까。諦めてしまっていることはないでしょうか。포기해버린그런부분들도있지않습니까。宣教の働きをストップさせてしまっていることはないでしょうか。선교의그활동을스톱하게된그런일도있지않겠습니까。もしくは어쩌면今もこの確信に満ち溢れて지금도이확신에넘쳐서ますます信仰に燃えて神の栄光のために前進していくんだということでしょうかね。もし私たちが後退をしている、諦めてしまっている、そうであるならばその原因は何なんでしょうかね。もちろんいろいろなことを言えると思うんですけど、その一つを今日言えばですね、やってもやっても成果が見えないというところにあるんじゃないかと思うんです。해도성과가보이지않는그부분에있지않을까생각합니다。もうそれは日本だけじゃないでしょう。그것은일본뿐만이아닌것입니다。日本は特に宣教が難しい国だと言われてますけど。특별히일본은선교가어렵다라고말을자주합니다。どこの世界でも宣教って簡単じゃないと思います。하지만어느세계에서도어느나라에서도선교는간단하지않습니다。やってもやっても人が救われない。아해도해도사람은구원받지않습니다。もうどこが終わりなのかわからないトンネルの中をずっと走っているかのようなんですよ。어디가끝인지알지못하는터널을계속달리는것같습니다。ある人は歌を通して人々に神様を伝えたいと願っているんです。노래를통해서하나님을전하고싶어합니다。最近はクリスチャンユーチューバーっていうのもいるわけですよね。クリスチャンユーチューバーと있습니다。YouTube を通して福音を伝えたいと願っている人々がいるわけです。YouTube を通して사람들에게복음을전하기를원하는사람도있습니다。ある人は絵を描いて福音を伝えたい。그리고어떤사람은그림을그려서복음을전하기원합니다。御言葉の綺麗なカードを作って伝道したい。말씀의그이쁜카드를만들어서전도합니다。SNS に御言葉を投稿して福音を伝えたい。SNS에말씀을올려서 전하기를원합니다。しかし SNS に御言葉とか投稿している人は経験済みだと思いますね。하지만말씀이나여러그런일들로여러그런게시물을올린사람들은경험했을것입니다。ほぼいいねはつかないということです。거의いいねは붙습니다。もう考えて考えて言葉を選んで一生懸命書き記して投稿したんですけど、말도여러가지로생각하고단적표현도여러가지로구상하며열심히올렸는데ほぼスルーされてしまうということです。거의많은사람들이지나쳐버립니다。関心を持ってくれない。관심을갖지않습니다。興味を持ってくれない。흥미를보여주지않습니다。もうそんな投稿なかったかのように無視されてしまう。그런게시물은없는것같이생각되고살아가십니다。それ同じクリスチャンの人々からもそうである。그것은같은크리스천이라도그렇습니다。もう投稿がなかったかのようにスルーされてしまう。아무것도올리지않은것처럼그냥지나쳐버립니다。やがてそれに疲れてしまうんですよね。그래서결국에는피곤해지십니다。つまずいてしまうんですよね。실족해버립니다。もうこれ以上神様のことを語ったり、もうそういうものを載せたりってもうやめようってね。그렇게올리는것그만두자라고생각합니다。もう燃え尽きてしまうということです。뜨거
거의다번해버린타버립니다目に見えた肉体的な苦痛はないかもしれません。눈에보이는육체적인피로는없을수있습니다。しかし今の時代、하지만지금시대、多くの場合精神的な面において打撃を受けてしまう。많은경우정신적인면에서타격을입습니다。これ以上神様のために前進することを諦めてしまう。더이상하나님을위해서전진하는거그만둘까。もうやめたということになってしまう。あ、じゃあ、くまんはるか、くまんはげた。日本の福音化なんてもう絶対無理なんだって。日本の福音化なんて、じゃあ、정말無理구나。もう私たちがどれだけ頑張っても、もう無理なんだって。우리가아무리힘을써도無理구나。そういう間違った確信を持ってしまうということですよね。그런잘못된확신을갖게됩니다。しかし私たちは、하지만우리들은、何があっても、어떤일이더라도、語ることを諦めてはならない。전하는것을포기해서는안됩니다。疲れて少し休むということはもちろん OK でしょう。피곤해서조금쉬는것은물론괜찮습니다。しかし休んだままでいてはならないですよね。하지만신체로계속있어서는안될것입니다。私たちは우리는選ばれたものであるということを忘れてはならないんです。택함을입은자들이다라는것을기억해야됩니다。数ある人々の中から私たちの名前が呼ばれたんだ。많은사람들가운데우리들의이름이불려졌다。救われたんだ。구원받았다。神の栄光のためという使命が与えられているんだ。そのために選ばれたんだ。このことを私たちは忘れてはならないということです。決して神様は適当に、あ、もういいよ、あんたでいいよっていう、そんなレベルで私たちを選んだんじゃないということですよね。例えば、私たちはスーパーにいてスイカを買うときでさえですね、もう真剣な眼差しでどれが美味しいスイカなのかって一生懸命選ぶわけですよね。슈퍼에가서수박을살때어떤것이맛있는지열심으로고려하며보며택합니다。少しでも美味しいスイカを選ぶことができるように、もうスイカをこうポン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 叩いたりするわけですよね。조금이라도더맛있는수박을사기위해서때리면서소리를듣거나아皆さんトン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 叩いてわかりますか美味しいスイカ。여러분들은통통소리를듣고맛있는수박인지아십니까아마私は分かんないですね。저는잘모릅니다。まあとにかくスイカでさえも本当に美味しいもの、何が美味しいかって一生懸命選んで買おうとするんですよね。수박이라도어떤것이맛있는지열심으로고려하며사려고합니다。아뭐이야適当でこれでいいやってはならないんですよね。그냥적당하게이것으로괜찮다괜찮겠구나라고사지않습니다。ましては私たちは神様によって選ばれたと言ってるんです。그런데우리들은하나님에의해서택함을입었다라고말합니다。神様があなたを選んだというんです。その意味はあなたでなければならないんだということなんです。あなただから選ばれたということなんです。あなただからこそできることがあるということなんです。神様の目から見るときにそれにふさわしい人としてあなたは選ばれたんだということです。그일에합당한자로서당신을택하셨다는것입니다。今日の聖書の2節を見れば、神の予知に従い選ばれた人々とあります。하나님아버지의미리아심을따라라고말합니다。神の予知というのは、하나님의미리아심이라는것은あらかじめ神によって知られていた人々のことですよね。먼저하나님에의해서알려져있었다라는것입니다。あらかじめ知られていた人です。미리하나님이알고계셨다라는것입니다。あらかじめっていつからですか。언제미리언제입니까。世界の元への置かれる前からです。창세전부터입니다。天地創造をされる以前からです。천지만물을지시기그전부터입니다。永遠の始めからなんです。영원의시작부터입니다。私たちがお母さんのお腹の中に宿る前からなんです。우리가어머니의그배수태속에私たちという存在がまだなかった時からです。우리들의존재가없었던그전부터입니다。永遠の初めから神様はずっと私たちのことを知っていて、영원한그전부터하나님께서는우리들을미리알고계셨습니다。神様の時が来て私たちは今救われたということです。그리고하나님의때가이르러지금우리가구원을받았다는것입니다。現在私たちがイエス様を信じているということはこのように本当に驚くべきことなんですよね。현재우리가예수그리스도를믿고있다는것은이정도로너무나놀라운일입니다。私たちの持っている言葉では表現し尽くせないほどすごいことが私たちの人生に起こっているということなんです。우리들이알고있는그단어로도어떻게표현할수없는그런큰역사가우리에게일어났다는것입니다。それほど大切な存在として、그정도로귀한존재로、それほど重要な存在として、중요한존재로、
神様の目に宝物として私たちは選ばれているんだということです。ただなんとなく偶然に気づけばあなただった、そんなことじゃないということです。だから神様はこう語られるんですよ、イザヤ41章10節です。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私はあなたとあなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。アメン。두려워하지말라내가너와함께함이라놀라지말라나는내하나님이됨이라내가너를굳세게하리라참으로너를도와주리라참으로나의의로운오른손으로너를붙들리라아멘아나타だから選ばれたんです。당신이기때문에택하신것입니다아나타だからできることがあるんです。당신이기때문에할수있는것이있습니다あなたにだけ持っている言葉がある。あなたの語る言葉が通じる人々がいる。あなたにだけできる行動がある。あなただったからこそ影響を受けて神様を信じたいという人が絶対いる。もうとても有名で굉장히유명하고人気もあって인기도있고素晴らしいメッセージを語って정말훌륭한메시지를전하고その人一人だけいればいいというそんな単純なことではないということです。그러한사람한사람만있으면된다라는단순한이야기가아닙니다。全員が赤の色が好きではないんですよね。모든사람이빨간색만좋빨간색을좋아한다라는것은아닙니다。私は青の色も好きだという人いるんです。나는파란색도좋아합니다。ある人は黄色が好きだ、茶色が好きだという人もいるんですよね。赤だけが全部じゃないということです。ここから少し中島のつぶやきに入ります。最近ある人のこの YouTube の中でメッセージ聞いたんですけど、その人がこんな面白いことを言っていたんですね。あ、本当だなと、まあ、納得したんですけど。現在 YouTube で、聖書のお話ししている人ってたくさんいるんですけど、でその中で特に人気があると言われている人々いるんですよね。でその特徴がですね、그특징이ほとんどおじさんだということなんです。거의다가아저씨라는것입니다。あ、そうだなって本当に思ったんですね。もちろんおじさんが悪いという話ではありません。물론아저씨가나쁘다라는것은아닙니다。おじさんをディスってることではありません。おじさんをディスはないかし。私もおじさんであります。저도아저씨입니다。しかし、하지만おじさんだけじゃダメなんですよね。おじさんまでは안됩니다。もっと若い人がやらなきゃならないと思います。젊은사람들이하지않으면안된다고생각합니다。若い人を救われるためには若いメッセンジャー必要ですよ。10代の子供たちに届くメッセージを語ることのできる 人たちは若い人たちです。私は多分それ今難しいんだと思います。私は立派なおじさんになってしまったからです。若い人がもっと立ち上がることができる。젊은사람들이더설수있고若い人がどん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 宣教の働きができる。젊은사람들이더욱선교로나아가는そういう雰囲気が日本のクリスチャン界の中に必要かなってすごく思います。그런분위기가일본クリスチャン안에서정말필요하지않을까라고생각합니다。若い人々も젊은사람들도またおじさんたちの世代も그리고그아저씨세대들을互いに神に選ばれたっていう人々、そういう意識を持っている。서로가하나님께서택하심을입은자들이다라는그의식으로互いに励まし合って서로를격려하고認め合って인정하며尊敬を払って존경하며宣教の働きのために手をつないでいくことがとっても重要だって思います。선교를위해서함께손을잡고나가는것이참으로중요하구나라고생각합니다。人気のある有名なおじさんユーチューバーだけでは難しいんですよね。인기가있는정말유명한오지상아저씨유튜버들만으로는부족합니다。私も若い頃があって。저또한젊을때가있었습니다。しかし私若い頃私はやはりこの何か語ることがあまり許されないという雰囲気あるんですよね。제가젊었을때도말씀을전한다는그런
機会が별로주어지지않았습니다いやもっと勉強してからだよとか더공부하고나서다もう少し年を取ってからだよとか더나이를들어서다もっと経験積まなきゃダメだよとか더경험을하지않으면안된다寿司握るために3年5年10年かかなきゃならないってそれが日本ですよ寿司를만들기위해서3년4년5년10년을돼야된다라는것이바로일본입니다もうそういう固定観念があるんですよ그런고정관념이있습니다これ日本の文化の特徴の一つだと思います이것은일본문화의특징이라고생각합니다ある意味で宣教が前進していくためにはこの固定観念打ち砕かなきゃならないです宣教が前進하기위해서는이고정관념이부서져야될것입니다そんな必要のない壁早くに打ち壊すべきでありますよ그런필요없는벽은빨리부서져야될것입니다若い人でもどん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 与えられたことを宣教できるようにそういう雰囲気にならなきゃならない젊은사람들도더욱선교로나아갈수있도록그런분위기를만들어야됩니다若い人々が活躍できる雰囲気にならなければ젊은사람들이활약할수있는그런분위기가되지않는다면日本の選挙はこれからますます厳しくなっていくでしょうね일본선교는계속해서어려워질것입니다教会に行けばもう年上の人しかいないという現実がある교회를가면나이드신분들만계시는그런현실이있습니다もっとなんかこういうこのオープンにならなきゃならないと思います더오픈이되어야된다고생각합니다そのために그것을위해서私にできることないかなって考えます。恐れるなって神様言ってくれてるから。そのために恐れずにできることを挑戦していかなければならないというふうに思っているわけです。中島のつぶやきになりました。中島へ속삭입니다今日の御言葉の3節にこうあるんです。ここにはですね、まあ、簡単に言えば、イエス様の十字架と復活によって、それを信じる人々に何が具体的に起こったのかということが書いてあるんです。それは、その人は新しく生まれたと言っているんです。바로거듭났다라는것입니다またもう一つ、그리고또한가지、生ける望みを持つようにされたと言うんです。산소망이있게하셨다라는것입니다。私たちはすでに新しく生まれたものだと言っているんです。우리는벌써거듭난자들이라는것입니다。イエス様を信じる信仰によって、예수님을믿는그믿음으로인해서、私たちはすでに新しいものとして生まれ変わっているというんです。우리는벌써새로운피조물로거듭났다는것입니다。じゃあ新しいものとして生まれ変わったって具体的にどういうことでしょうか。새로운피조물로거듭났다라는것은무엇입니까。それは生ける望みを持つものになったということです。산소망을가진자가되었다라는것입니다。単なる望みではありません。그냥보통그냥단순한소망이아닙니다。生ける望みなんです。산소망입니다。望みに生けるという言葉をつけて、この望みが特別であることを教えているんです。산소망그산살아있는그소망이라는그말씀으로이소망이더특별한의미를부여받았습니다じゃあ私たちに与えられているこの生ける望みって何でしょうかね그렇다면우리에게허락된이산소망이란무엇입니까、まあ、4節以降見たらそれ分かるんですけど4절이하를본다면그것을알수있습니다一言で言えば한마디로한다면救われるという望みです구원받는그소망입니다しかもその望みは単なる希望的観測でもありません。おそらく救われるだろうねではないんです。ああ、救われたらいいなじゃないんです。現実に起こること。実際に掴むことができるもの。救いは現実に私たちの人生に必ず起こるもの。구원은우리들생활의현실로반드시허락되는것입니다救いとは私たちが実際手につかむことができるもの구원은우리에게실제로손에붙잡을수있는것입니다当時彼らは迫害にあっていました당시그당시그들은박해를받고있었습니다その中で最悪の場合殺害をされなきゃならないということでした지약으로그들은살해를받는그런일도있었습니다しかし重要なことは皆さん分かってほしいってペテロが叫ぶんですよね私たちは迫害を受けてそれで終わるんじゃないんだって私たちは生ける望みがあるんだって必ず救われるんだって迫害を受けて虚しく散ってしまうことではないんだって私たちは生ける望みがある永遠の命という望み天国という望み、それは永遠に朽ちることはない。
永遠に汚れることはない、영원히없어지지않을것이다、いつか消えてなくなるものではない、사라지지않는것이다、永遠の救いという望みを私たちは持っているんだぞと、우리는영원한그구원의소망을가지고있다、この望みのゆえに、이소망으로인해、あらゆる難しい状況にあっても、여러어려운상황속에서도、新しく生まれ変わった私たちは、今日も神の栄光のために大胆に恐れず前進できるんだという力強いメッセージであります。하나님의영광을위해서오늘도힘있게전진할수있을것이다라는하나님의메시지입니다。最後になります。마지막입니다。今日考えましょう。오늘함께생각해봅시다。2020年も終わります。2020년이이제곧끝납니다。2021년始まります。2021년이이제시작됩니다。新しい年も새로운한해도主の栄光のために、주의영광을위해서私たちができることは何だろうか一生懸命考えて祈って実践していきたいんです。우리가할수있는것은정말무엇인가라는것을열심히생각하며실천하며나아가고싶습니다。確かに現在コロナの影響もあって、실제로현재코로나의영향으로以前と同じような働きはできないのかもしれません。예전과동일한그런일을할수없을수도있습니다。集まって何かっていうことできないのかもしれません。모여서뭔가하는그런일들을할수없을수도있습니다。今までの価値観で考えるならば、지금까지의가치관으로생각한다면、教会としての働きが何か後退をしているかのように感じるかもしれません。교회의그모든사역들이뭔가후퇴하고있는것같은느낌입니다。しかし、하지만このような状況にあっても、이런상황속에서도、いやこのような状況だからこそできることって絶対あるんだって信じます。오히려이러한상황이기때문에더할수있는것이분명히있을것이라믿습니다。私たちはもうすでに生きる望みをいただいているんです。우리는벌써산소망을받은자들입니다。それなのに그런데도何を恐れるでしょうか。무엇을두려워하겠습니까。何を心配しますか。무엇을걱정하겠습니까。失敗しても大丈夫です。실패해도괜찮습니다。思う通りに実を見ることできないでも大丈夫なんです。생각한대로열매를보지못해도괜찮습니다。もう宣教の働きってもうそれの連続であります。선교의사역정말계속해서이어지는연속입니다。もうそれ失敗にもならないんですよね。그것은실패도되지않습니다。神様それも全て益と書いてください。하나님께서는모든것도유익하게바꾸십니다。だから私たちは그렇게우리는必要以上に心配せずに필요이상으로걱정하는것이아니라あんまり複雑に考えないで、너무걱정하게생각하지않고主の栄光のために주의영광을위해主の御国のために주님의나라를위해大胆に담대하게私を用いてくださいって宣言して前進していくことです。우리를사용하시옵소서라고고백하며전진하는것입니다。もう数打てば何か当たるでしょう。もう여러가지를하면마치하나라도마칠것입니다。打たなければいつまで経っても何も起こないでしょう。우리가뭔가를하지않으면언제까지라도맞지않하나도걸리지않을것입니다。2020年、2020年私たちどうだったでしょうね。우리들에게어땠습니까。主のために前進できたでしょうか。주님을위해서전진할수있었습니까。それとも後退してしまったかのようでしょうか。아니면후퇴한것같습니까。諦めてしまったでしょうか。포기하셨던것입니까。もうやめたってなってしまったでしょうか。이제그만두자라고그렇게고백하셨습니까。皆さん覚えてください。여러분기억하시기바랍니다。2020年はもう終わります。2020년은이제곧끝납니다。そして新しい年は必ず来ます。그리고새로운한해는반드시옵니다。今からもう一度始めればよいんです。지금부터다시한번시작하면됩니다。今できることを今から始めればよいんです。지금할수있는거지금부터시작하시면됩니다。過ぎ去ったことはもういいんです。지나간것은이제괜찮습니다。これからです。이제부터입니다。主のために주님을위해서私が何ができるんだろうかって내가무엇을할수있을까祈って기도하며考えて생각하며実践していきましょう。실천하며나아갑시다。神様が하나님께서私たち一人一人を우리한사람한사람을2021年も豊かに用いてくださいますように。2021년도풍성하게사용하시기를神様の栄光で全地が満ちるそういう御業がなされますように。하나님의영광으로천지가천지를채우는그런역사가일어나기를そのための備えとして그것을위한준비로この残りの2020年もう何日間も過ごしていけたらと願うのであります。2020年이며칠간을지내며나가기를바랍니다。神様は하나님께서는あなたを選ばれました。당신을택하셨습니다。ハレルヤ。ハレルヤ。感謝します。감사합니다。お祈りしましょう。기도하겠습니다。
愛する天のお父様、感謝いたします。このようなものでありますけれども、あなたが選ばれたって力強く宣言してくださることを心から感謝します。なかなかうまくいかなくて、願った通りにもあまりならなくて、やってもやっても何も見えないという状況であるかのようで、時には疲れてしまう、もうやめたいなと思ってしまう、そんな弱い存在であることを覚えます。しかしもう一度選ばれたんだって、神様だから選ばれたんだ、行って実を結ぶためだって、神様、私には何もできません、しかしあなたが一緒だから、これからも前進していきます。どうぞお一人一人に油を注いでくださり、あなたの栄光のために用いてください。2021年、新しいことが起こりますように期待します。信じます。感謝します。感謝を持ってあなたの御前にお捧げ物いたします。聖別して受けてください。捧げる手を祝福してください。誰一人として経済的に苦しむことがありませんように助けてください。健康も守ってください。2020年、神様の守りに心から感謝します。2021年、主の働きに期待します。栄光主に捧げて、イエス様の名前でお祈りします。アメン、アメン。感謝いたします。皆さん良いお年をお迎えください。会える人は1月3日会って、また一緒に賛美しましょう。感謝します。ハレルヤ。